どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマはレオルの曲が好きすぎるのアルバム編事実上です。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけでですね、本日のテーマはレオルのアルバム事実上が好きすぎるということでお送りしていきたいと思います。以前もレオルの曲、知らない人向けの動画を作ったんですけども、今回は、割とこうレオルのことをご存知になっている人向けというか、聞き込んでいる人向けの動画になってますので、ぜひお楽しみください。本日のテーマはそれぞれの曲で描かれている生々しさ、これについて、私なりの解釈をお伝えしていけたらなと思います。この曲はこういう生々しさを訴えてるんじゃないかみたいなところをお話ししていけたらなと思います。今回扱う曲は事実上の通常版に収録されている10曲のみとしまして、ボーナストラックの2曲は除外させていただいております。ご了承ください。それでは早速参ります。1曲目、勇気のワルツ。これは記憶と忘却の生々しさです。この曲は、レオルさん自身が話されていましたが、認知症を、モチーフの一つにしているということをお話しされていました。よくよく聞くと確かに、2人の人物が出てきますけども、1人は、もう1人の方をものすごく、何年にもわたって愛しているんだけれども、もう片方の方は、初めましてっていう状態でこう記憶がリセットされているみたいなことを感じさせる歌詞が詰め込まれています。で、この2人の食い違いを表すために、それぞれのメロディーでですね、こう変拍子が使われていて、こうお互いちぐはぐな感じがね、曲の中にも使われています。で、この曲自体は、全体的にはこうワルツなので3拍子なんですね。割とトリッキーな曲が1曲目になっているっていうところで、もうまずこの事実上ってアルバムが、パンチ効いてるねっていうのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、演劇とかのお話の一つみたいに私は捉えてるので、すごいこう解釈の違いがある曲かなというふうに感じています。個人間の物語ではあるんですけど、時間軸で考えるとすごいスケールの大きいストーリーがね織りなされているっていう意味では、なかなかこう思いを馳せる部分が多かったりする曲ですね。覚えている人は覚えているけど、こう忘れてしまう方は忘れてしまうっていう、この2人の状況とか感情みたいなものの生々しさっていうのをこの曲で感じました。次、2曲目、幸先です。この曲が表しているのは願望の生々しさだと思っています。この曲自体は専門学校春の CM ソングとして書き下ろされました。新生活をスタートさせる学生さんとか、社会人になる方とかを応援するような曲っていう意味合いもあるんですけども、こうなんかただ応援する曲ではなくて、自分が今作り上げてきた今までの道、キャリアみたいなものをこう振り返って、こう強い理想とか願望を持ってこれから一歩踏み出すっていうところがものすごく力を込めて歌われている曲なんですね。だからなんかそのただの願望っていうよりも、ものすごいこう情熱を伴った願望みたいな、その生々しさがよく伝わる曲かなって思います。ちょっとこの動画内では時間がないので、多分コメント欄かなんかで書くかもしれませんけど、この曲は公式でね、MV が制作されてるんですけども、曲を聴いた当初になんかこうグラフィックのイメージとしてすごいアニメーションのなんか MV みたいなのが自分の中にあるんですね。なんかそのイメージがすごい強くって、その曲のイメージから受けた自分の映像的なイメージが出てくるほど、すごいこの曲はなんかこう訴えかけてくるものがあるなって思える曲なのでお気に入りですね。続いて参ります。3曲目です。激迫。これは執着の生々しさがテーマだと思っています。この執着っていうのは、レオルさん自身が配信でね、この曲のテーマの一つというか、キーワードの一つとして執着っていう言葉を話されていたっていうのもあるんですけども、もう一個悩んだのが愛憎ですね。愛憎劇、愛と憎むっていう字で、個人的にはオーソドックスにハマっちゃいけない深みにハマった恋愛に関する執着かなっていうふうに思っています。 MV どうこうっていうよりは、誰か一人に対してうちに秘めた思いを暴露するみたいな、この思いを伝えること自体がなんかこう執着の証みたいな、こんな恥ずかしいこと言えないんだけどあなたにだから言えるみたいな、依存であったり、なんかこう全部知りたいみたいな、支配したいとか、束縛みたいな
ていうのも含めて、こうその人の全てに自分が関わっていきたいみたいなところの執着、言葉が悪いかもしれないけども、なんかものすごくこう粘着質な曲だと思う。だからもう相手のことみたいな、相手のことだけ考えたいんです今はっていうのがね、本当爆発してるので、拳聞くところ、ドスが聞いた声のとこあるじゃないですか、汚されたくないのはのところ、あそこを聞くとね、やみつきになっちゃいますね続いて4曲目です。4曲目、十中八九。この曲のテーマは損得感情の生々しさだと思っています。人間の、まあ、浅はかさみたいなところもあるんですけど、全部自分が良ければただそれでいいっていう、こうなんか私利私欲みたいなところで、自分が取る行動と、そのなんかそれに伴うなんかリスクというか、なんかそれを天秤に常にかけてて、結論としては損してるっていうようなニュアンスだと思うんですけど、なんかそれに対する愚痴というか不満というか、自分で別に責任を果たそうとしないっていうところのなんか愚かさみたいなところもあって、でもなんかそれを説教するみたいな感じではなくて、まあそういう風に感情してるでしょみたいな、あのいう投げかけっていう捉えみたいな、なんかねさらっと聞けますね。でもなんかみんな心の内で思ってることををなんか全部言ってくれてるみたいな感じなんで、結構スッキリする曲ではありますね、はい。この曲でめっちゃ個人的に好きだなっていうのは、まあ、我が五臓六腑の墓場ですね。一番最後、日本語に聞こえなくないですかこれ、もうほんとかっこいいなと思って、最高ですね。やばいですね。ここは本当にかっこいい、何回リピートしたかわからないっていうぐらいかっこいいですね、はい。であと、ご都合主義の皆様のあのエフェクトのかけ方、なんか全体的にこう宗教色が強い曲ではあるので、なんかそれを彷彿とさせる民族系の楽器の曲とか、まあ、アジアっぽい感じの楽器とかっていうのが、あの普段の曲よりも存分に入ってるので、そこがたまらなくてかっこいいです。どんどんいきます。5曲目は煩悩遊戯ですね。これのテーマは欲望の生々しさ、まあ、煩悩っていう概念自体が、まあ、欲の塊で108あるみたいな風によく言われますけども、個人的にはあの神様視点だったら面白いなってずっと思ってるんですけど、あの私は思うほど優しくないとかいう風に言ってるんですけど、だからみんなが神様だって思っている私っていうのもそんなに甘くないから全然神には値しないよ、でもやりたいだけやれば勝手にみたいな、神様も見放した救いようがないあのカオスな現世みたいなところがいっぱい語られてんのかなと思って、こういう皮肉をね、こういう軽いニュアンスであのバンバン訴えてくれるのがマジでたまらないですね。でこの曲に関してはもうラップの真髄だと思ってますけども、世の中の断りからあの上の上の上のところリズムを外してきてる音の入れ方ね、あれが最高にかっこよくって、もう初めて来た時はマジで爆上がりでしたねやばかったです。続いて6曲目です。6曲目はマンダラファクトです。これは有象無象の生々しさをテーマにした曲だと思っています。有象無象っていうのはこの世にあるまあ全ての形のあるものないもの、意味のあるもの意味のないもの全部っていうものですね。アートワークとか、世界観っていうもの全てをこうギュッと凝縮した、もうまさにこれみたいな、聞きたい音全部詰めてくれてありがとうっていうような最高の曲ですね。まあ、アルバムの立ち位置としては多分なんか区切りみたいな感じだと思うんですけど、緩和球大的な、かっこいいですよね単純に。続いて7曲目です。7曲目は真空オールドローズです。この曲のテーマは不信感の生々しさ。この曲はとにかくもうね、断ち切りたいみたいな、心の中にあなたっていう思い出があるのさえもう気持ち悪いから、曲に乗せてもう吐き出してもう全部なしにしたいっていうぐらい、まあでもそれってまあ愛していたがゆえなんだけどなっていうところの切なさもねあったりして好きなんですけども、歌詞としてもすごい美しいなって思っていて、まずね数字ですね、2っていう数字が3回出てくるんですね。1個目がまあ時間的な意味合いと、次が人数かな、で3つ目が回数、数を意識させるように多分組まれてはないと思うんですけど、あと駐車場に捨てた鈍色ってやばくないですか。
タバコのことですよね。タバコって言うでしょ普通。駐車場にニビーロを捨てるってすげえなってマジで感動しましたね、初めて聞いた時に。なんかもうそれだけで主人公の心情がもうわかるじゃないですか。灰色じゃないですよ、ニビ色ですよ。もう最悪ですよね、めっちゃくすんだもうドロドロのなんかもズーンっていう感じがね、ものすごいこうたったの4文字で表せるってすごいなと思います。だからなんかこの文学的な美しさがこの曲にはいろいろ散りばめられてるので、もうたまらないなって、はい。続いて8曲目です。ミラージュ。こちらは歴史の記憶の生々しさかなと思います。でどういうことかって言いますと、ミラージュっていうのは、まあ、蜃気楼っていう意味なんですけれども、こう曖昧でね、もやがかかって見えなくなっているような景色のことを、まあ、指して言ってんのかなって思うんですけども、なんでもやがかっているかっていうと、もうあと何百年何千年経ったら絶対忘れ去られてしまうような運命にある歴史上のもの、まあ、例えばそれがまあタイタニックであったり、古代文明としてよく挙げられるアトランティス、深海都市ですね、文明とか、あのものすごい歴史的に価値のある遺産とか遺物みたいなところを歴史的に意味もあってきっと価値もあっただろうに忘れ去られていく、そういう運命にあって、そのなんかどんどんぼやけていく感じがこの蜃気楼なのかなっていうふうに思うんですね。で一番最初の眠りに落ちて夢の世界に入っていくっていうところがあるじゃないですか。夢の中に入っていくとなんか意識ぼーっとしますよね。そういう曖昧さっていうのとその蜃気楼っていうのを掛け合わされていて、こうじわじわすんごい時間をかけてあのぼやけていくみたいな。ニュアンス的に言ったらあのフォーマルフォーのファンのに似てるなって思うんですよ。あれもなんかこう忘れ去られることへの恐怖であったり、あの寂しさとか悲しさみたいなものがテーマだと思うんですけど、そうなんか忘れ去られていくこと自体へのなんか切なさであったり、それをその定めを受け入れてる切なさもありますよね。で音としてすごい好きなのがサビのおしまいの蜃気楼をのところね、あそこ3連符なんですけど、そこのね畳みかけ方が本当にかっこいいって感じ、美しい本当に綺麗。あの本当に初めて聞いた時に、うわこの蜃気楼の言い方やべえと思って、大サビのところですね、このまま私を飲み込めの階段がもうかっこいいですね、本当にかっこいい、もう迫りくる感じ。続いて、9曲目です。9曲目はサイレンです。この曲は決別の生々しさがテーマになっていると思います。このサイレンは才能を練ると音のサイレンっていうところがこう合わさった、意味合いのタイトルになっていて、メジャーセカンドっていう野球漫画が元になっているアニメーションの、エンディングテーマとして書き下ろされた曲でして、お父さんはメジャーの方でね、活躍している才能を持って生まれた、選手だったんだけども、その息子が主人公でして、で彼には、父親のような才能がないんですよ。その主人公大悟くんにこう合うような曲が作られているので、こう才能がないんだったら作ってしまえっていうことで、ない才能を作れっていうものすごいインパクトのあるね言葉がサビに入っている曲なんですね。で何に対する決別かっていうと、その自分に対する決別だと思うんですね。例えば劣等感、虚栄心とか、まあ、プライドみたいなものを持ってる弱い自分との決別ですよね。自分の見栄とかあの自尊感情みたいなものを捨てるのってすごく勇気がいるじゃないですか。傷ついたりこう辛い思いをしたりするっていうところもあると思うんですけど、なんかそういう痛みの果てにたどり着いたのが才能を作るっていうことだっていう風に歌ってる曲なんですね。ただないから才能を作っちゃえっていうひらめき的な意味ではなくって、もうこれ以上どうしようもないから、だったらゼロから作るしかないっていうところにたどり着いたっていう、なんかね泥臭さみたいなところが、なんか不器用さみたいなところもすごい感じる曲なんですね。だからちょっと幸先と似てて、幸先は自分に対する願望じゃないですか。でもサイレンも自分との決別なんですね。どっちも自分に関係してるんで、なんかすごいそれがね重いんですよ。あのズンとくる、重たく刺さってくるような曲になってます。この2曲はなんかただ応援するっていう曲じゃなくて、本当になんか内側から自分を鼓舞してくれるような曲になってます。はい、そこがいいですね。では最後の曲です。10曲目は秋映えです。秋映えはぬくもりの生々しさがテーマになっていると思います。9曲目まではもう本当にね、なんかもう主張がバーって
爆発してる感じですけど、本当にね、10曲目はね、初見を多分虜になったんじゃないですか、皆さん。まさかのアカペラ始まりっていうね。これも勇気のワルツと同じく3拍子で成り立っている曲でして、それがね、めちゃくちゃ心地いい感じになってます。秋映えっていうタイトルは、レオルの出身地である長野県のリンゴの品種の名前なんだそうです。要は、家族がテーマになっている曲なんですね。単純な解釈で言うと、そのあなたっていうのは、曲に出てくるあなたっていうのは、まあ家族だと思うんですけども、別にこのあなたっていうのは家族だけじゃなくて、例えばこう身近な、信頼できる人であったり、親友であったり、ふるさとそのものであったり、まあ帰る家、我が家とか、そういうもの、そのものもあなたに入ってくるのかなって思うんですけども、この曲の歌詞の中では、あなたは、私とは一緒にいないんですよね。あなたは遠くに離れてるんですけども、目を閉じるともうあなたが浮かんでくると。で、それがもうまぶたの裏に焼き付いて、一緒に見た秋の空と同じ色に脳裏が染まっていくっていう、もうめちゃくちゃ美しい曲ですよね。そばにいないんだけど、あなたのことを思い出すだけであなたのことを感じられるっていう、離れててもちゃんと繋がってるんだっていうところが感じられるぬくもりが、こう生々しく伝わってくるのかなっていうふうに思います。で、この曲ほんと好きで、めっちゃ口ずさんでる時期がありまして、で、まだ教員時代ですね、働いてる時に、教室の掃除を、子供が帰った後に教室の掃除をしてて、で、その時にこうちょうど窓から夕日が覗いてて、そのタイミングでね、たまたま秋映えを歌ってたんですけど、誰にもね、自分以外に聞こえない音量で秋映えを口ずさんでたんですけど、その夕日を見た瞬間に涙がパーって流れてきちゃったっていうのがね、あるので、すごい、この曲自体とその夕暮れ時っていうものがものすごいリンクしてて、もうそれぐらい情景とセットで思い浮かべられるような曲なので、本当にね、美しいなっていうふうに思います。それでは本日はレオルの曲が好きすぎるアルバム編事実上バージョンをお送りいたしました。今日語りきれなかった分はですね、皆様がなんかコメントで、ここのとこもうちょっと詳しく喋ってくださいとか、言ってくださったら好きなだけ喋りますんで。なんか、皆さんの感想とか、自分はこの曲についてこう思ってるんだっていう思いとともに、なんか、聞いていただけたら、私はそれに精一杯返していきたいと思いますので、よかったらコメントの方を残していってください。はい、それでは本日の授業はここまでにします。ありがとうございました。